ということで、時刻は深夜0時を回りました。ビビットバットスクワットのバーチャルライブのお時間です。前回同様、リスナー様がたくさんお越しいただきました。ありがとうございます。でね、ビビバスのストーリーを見た感じなんですけど、確実に瀬戸織に劣等状とか絡んでくると思うんですよ。早速バーチャルライブ楽しんでいきます。さて、練習始まる前に軽く声出ししておこうか。何歌う？あの曲はどうかな。私が初めてフィーケンのガレージに行った時、アンちゃんが歌ってた。あ、これ確実に劣等状と確定です。小羽ちゃんが最初に聞いた歌ってもう劣等状となんで、言うことでもないか。やばい、ぶち上がってきた。そう思っちゃうのもわかる気がする。アンちゃんの歌が聞こえてきて、お店で出会って、それからもいろいろあったもんね。あれ、小羽ちゃんとアンちゃんだ。コミカルンというところ。そう、練習前の声出し。ねえねえ、それ俺たちも混ざっちゃダメ。大歓迎。すぐ行けそう？もちろん。じゃあ早速やろっか。行くよ。これはやば、これはテンション上がるね。あ、ビビバスで一番好きな曲。ストリート集団がかっこよすぎるんだけど。ほらみんな、メイコのカフェに行くよ。ごめんなさい、ちょっとツイッター用にスクショを撮らせていただきます。5、6人くらいかな、参加してくださってありがとうございます。楽しいっしょ。バーチャルライブ、ぜひまたツイッターの方で募集かけますので参加していってください。相変わらずパイって名前で僕は参加してたわ。今回プロセカ実況になるんですけど、ベビットバットスクワット、これが本当に素晴らしいユニットなんですよ。昨日ツイッターの DM にてこのような文章を送られてきました。白石あんちゃん、オッピーさんが好きになるタイプですよといただきました。そしてビビットバットスクワット、通称ビビバスのバーチャルライブが今日ありますよと、こちら冒頭で見せたライブのことをですね、よろしくお願いします。まあそんな感じの文章だったんですけど、ちょ待ってくださいよと、昨日の動画でもしかしたら逆にリスナーさんから僕が布教されるかもしれないって言ったと思うんですけど、他にも2通くらい DM で25のストーリー見ましょうだとかも来ていました。もともとね、順応ってユニットストーリーは見ていこう、紐解いていこうと思ってたんですけど、ただ DM いただいたので、実力派ストリートユニット、ビビバスのストーリーを先に進めていこうかなと思いました。結論から述べさせていただきますね。白石あんちゃんが好きですね。はい。個人的にビビットバットスクワットの中ではおさしていただいております。言うてまだユニットストーリー全20話中の半分くらいしか解放できてないんですけど、白石さんの MV 見て衝撃走りました。雷が脳天にズドン食らったみたいな衝撃。一目惚れでございます。久々に僕一目惚れで推してるんですけど、やっぱ時間をかけて推しって定まってくると思うんですよ。時間をかけて好きになっていく。白石さんはね、昨日 DM いただいてから注目するようになって、レッド上等の MV のハート作る場面があるんですけど、あの場面、脳天雷ズドンいただきました。今回ビビットバットスクワットの簡単なあらすじ、そして白石あんちゃんについて喋れたらいいなと思います。もともと2つのグループが1つのストリートユニットとして手を組む。で、完成したユニットがビビットバットスクワットなんですけど、女性陣2人と男性陣2人で分かれていたんですよね。でね、男性陣も本当に魅力的なんですけど、女性陣から話させていただきます。オープニングストーリーではストリートでライブをしていた白石あんちゃんを小羽ちゃんという女の子が偶然見かける、そんなところから始まります。でね、このあずさわ小羽ちゃんがものすごくギャップを意識させる子なんですよ。この小羽ちゃんが MV の劣等状と歌ってるのとかで、ビビバスのメンバーはみんな同じ一つの夢がございまして、それが白石あんちゃんのお父さんがかつて行ったライブイベント、伝説の夜と言われたライブ、ラッドウィーケンドを超える。白石あんちゃんはそれを実現すべく自身の相棒を探しているんですよね。そこで小羽ちゃんと巡り合う、そんな感じです。そして男性陣、バッドドッグスのメンバー、皆様どっち派ですか？アキトくん派かトーヤくん派があると思うんですけど、僕はトーヤくん派ですね。やっぱり個人的な意見なんですけど、オタクってギャップに弱いんですよね。こちら青柳トーヤくん、クールで無口、英才教育を受けていたため、
音楽センスは抜群、そんなこの苦手が高い場所とこれは負のオーラを感じますよね。あ、そうだ、僕は男性キャラも全然いける口なんですよ。ビビバスというかプロセカのオリジナル曲の中で一番ハマった曲が、それこそビビットバタスクワットの歌うレディスタディなんですけど、バーチャルライブの2曲目に披露していた曲です。単純に譜面の4連ノーツとかも好きですし、 YouTube でもすでにキガさんが投稿していますので概要欄にリンク貼っておきますね。昨日モアモアジャンプ、まあアイドルの花里みのりさんを布教していましたが、今回は白石あんちゃんを布教するということで、アイドルもギャルもハマっちゃって次は僕は誰になるんでしょうか。はい、巨乳キャラに行っちゃったりするんでしょうかね。ちょっとまだわかんないんですけど、そうだ、一応報告はしておこうかな。ちょっと欲に負けて動画外でガチャ引いちゃったんですけど、こんな感じですね。なんか今めちゃめちゃ優勝してるんですよ。あとしっかり判定強化のリンちゃんだけ引けていない、そんな状況なんですが、特訓アイテムのミラクルジェムがまあドロップしないんですよね。マルチライブの方がドロップしやすいとかあるんですかね。ちょっとわからないんでコメント欄の方に書いてくださると幸いです。現在ランクの方は空いた時間にポチポチライブして25とかですね。これが早いかちょっとわかんないんですけど、この場をお借りして僕にビビットバタスクワットの魅力、そして白石あんちゃんの魅力に気づかせていただきありがとうございました。次は僕はどこに向かっていくのでしょうか。はい、そんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。